こんにちは、グランピーの池田です。年末年始皆さんどのようにお過ごしされますか？やっぱりこの状況下なので、遠くに旅行に行くとかですね、実家に帰るというのはなかなかこう難しい時やなと思っております。で、この前ですね、アンケートをぴょろっと取った時に、どうやら、自宅の近くをちょろっとこう走るという方がですね、非常に多いというアンケートが取れたんですけども、自宅の近くとなるとやはりこう想像するにですね、1時間2時間ちょろっと走って、まあ広島ですと山の景色がいいところに行ったりとか、海沿いを走ったりとか、まあ中にはコーヒーセットを持ってこうコーヒーを作りに飲みに行くというコーヒーライドに行くとかですね、そういう人いろいろおると思います。で、そんなちょろっと乗るのには非常にいいバッグが再入荷いたしましたので、今回はですね、そちらのご商品を、ご説明いたします。はい、ではですね、今回のバッグはですね、非常にすごいいい作りをされているバッグになります。よくぞ、こんなに素敵なやつをですね、作ったなと本当に思う、バッグになります。ですので、ちょっと長いんですけれども、前編後編に分けて、ご紹介したいと考えております。で、前編は、商品、どんな商品なのか、どんなバッグなのかと、言ってしまったんですけども、まあ仕様ですね、ざっくりと説明させていただきます。で、後半は取り付け方ですね、どうやって自転車につけるのか、でどうやって使うのかというのを、ご紹介いたします。では前編ですね、自転車のバッグご紹介いたしましょう。こちらです。ローローマウンテンワークスさんのバイクンハイクフロントバッグですね。以前ご紹介した、フロントバッグになるんですけども、ようやくですね、バックオーダーが入りまして、4色入っております。色がですね、ちょっとこうこの照明だと分かりにくいかもしれないんですが、グリーン系の、モスという色ですね。で、ちょっとネイビーなこういう感じの色で、黄土色っていうんですかね、こういうタイプ、ブラウン系の色で、こちらがグレーという形ですね。で、この4色が入っております。で、ではですね、まず紹介していきましょう。サイズはですね、ドロップハンドルのロードバイク、幅が広くなくてもですね、ぴったりと収まる、だいたい幅が20センチほどの、バッグになります。で、奥行きが、10センチちょっとという感じですね。こういう形をしております。で、これですね、実は、いろんなただのこう四角いバッグではなくて、中身と外見いろいろこう詰まっております。それをちょっとご紹介しましょう。まずどこからいきましょうかね。まずこちら、ポッケについてです。ポッケがですね、この両サイドにございます。ここに、メッシュのちょっと伸縮性があるポッケが1つドンと、で反対側両サイドですね、こちらにも同じポッケがドンとあります。こういうポッケって補給食とかですね、食べた後のこう梱包した袋とかですねをペペッと入れておいたり、ロードバイクですとチューブをここにスッと差し込んでいたり、ボンベですね、パンク修理する時の CO2 ボンベをペペッと入れておいたり、本当に小物として使うのに非常に調子がいい、ポッケになります。で、こっちのですね、上は実はここスマホが入る透明なクリアな部分になってます。こういう形ですね。ですので、走りながらスマートフォンを見たいというときはここにですね、スッと入れてあげます。ゆっと、はい、こういう感じで入れることができるので、見ながらですね、例えば地図を見ながらですとか、いうのはこれを使っていただければなという感じですね。この上からも
クリアに入れた上からも操作できますので、で実はこれ取れます。ペリペリペリと取れます。マジックテープでこの上の部分がここにこうピタッとついているようになってますので、必要に応じてこう取っていただくというのができるようになってます。パシッと、これが書いたんですね。で、下がですね、このゴム紐のドローコードでこう縛るってステムの部分、ヘッドチューブの部分に固定するようにできております。では中身を見てみましょう。前のバックルを外しますと、こうオープンします。オープンして、実はですね、この前方の部分にもこうファスナーがついてるんです。ここにも実はポッケがあります。ここはですね、一番こう入れやすいポッケになるので、それこそそうですね、僕だったら財布とかですね、スッと入れてファスナーを閉じるとか、小さな、ミニマムなんですね、財布だったらもう本当に十分入る、非常に出し入れがしやすい場所になっています。で、本体の中をですね、こう開けてみましょう。上が巾着製になってまして、ちょっと実はですね、これ中にいろいろ入ってます。ガッよいしょ、こう出てきたバッグ、これはまた後でご紹介します。外観はこういう感じですね。巾着製になってて、ここの紐をぐっと縛ると上が閉じますよという形です。で、中はですね、見ていただくと分かりますかね。X パックの素材で作られてて、このなんていうかな、受けがですねありまして、骨がしっかりしてると言いますか。なんでこう崩れることがないです。型がしっかり入っているので、中のものも出し入れしやすくて、そもそもこうくにゃっと、しなっと、なったりしないフロントパックになってます。で、区切りが非常に多いです。はい、中ですんで、ここに何入れる、こっちに何入れるというふうに、自分の使い方に合わせてですね、分けていただいてもいいかなと思います。なんで、このままもうツールケースにしてあげるというのも一つの手かなと思いますね。はい。で、このショルダーベルトというのも実はついてます。両サイドにバックルが装着できるところがありまして、これはオプションではなくてですね、実際にこのままも使えます。これをこうやってカチッとやってですね、もうこのままこうバッグとしても使える、そういう形になってます。でどうしてもこれが、ショルダーベルトがですね、自転車に装着したときに邪魔だというときは、これ両サイド外してもらって、先ほどのポッケの中に収納していただくというのもいいと思います。こういう形ですね。はい、シンプルになりました。こんな感じ。で、荷物を実際に入れてみましょう。これですね、実はこの蓋を開けるところのこのバックルなんですけど、実はこれ延長できるんですね。バックルの部分をビューッと伸ばすことができます。でこれがですね、荷物が多くなった時に生きてきます。よいしょ、ではいろいろ入れてみましょう。何かないかな、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ、ではこれをこういうの入れてみましょうか。まず荷物を入れると、で収まりきれないぐらい荷物が増えてきたというわけですね。よいしょ、よいしょ。ちょっと多すぎかな。ちょっと多いですね。これぐらいにしましょう。これでギュッと縛ってあげると。はい、こういう形になりますね。で、この巾着で、例えば、ウェアですとか、ある程度こう伸縮できるタイプはこれでぐっと縛ることができます。で、上ループ蓋ですね、蓋をパッとかけてあげて、このベルトを伸ばせば、この盛り上がった分ここでカチッと装着することができると。ですので最大容量でいくとだいたいこれぐらいですね。
ですのでこの上盛り上がった分、まあ、大体 1.5 倍ぐらいになるかなというところです。はい、これが、本体ですねのざっくりとした内容になります。でしょ。で次中から出てきたもう一つのバッグですね、こちらです。実はこっちも、付属しているバッグになります。でこれ一体何だと思いますか。これはですね、実はこのバッグの後ろにつくバッグになります。ですのでこれ実は一つに見えて、実はですねこれ2つバッグがついてると。この本体背面の後ろ側のこの2つマジックテープになっています。ですのでこちらにこれをガシャーンと合わすと、これが、最終形態っていうんですかね、完成した形となります。ですのでハンドルに引っ掛けるのはここの、上についているベルトですね。これでいうとこの部分でハンドルに固定するんですけども、そのハンドルステムのさらに下に来るのがこのバッグになります。でこれは実際に装着するとですね、なかなか出し入れがしにくい、部分になります。一回一回こう取って外してとなるので、ハンドルバッグの中でもそこまで出し入れの頻度が多くないもの、例えば例えばですね、ツールとかいいんじゃないですかね。こうポンプ、こういう普段持ち回ってるポンプですね、携帯ポンプとか、こうアーレンキーとかですね、あとこういう、チューブレスの修理キットとかですね、毎回毎回取り出すことはないけども、持っていつも持っておいた方がいいんじゃないかというもの、修理道具、それをここに入れておくのを僕はお勧めします。ここにですね、財布、携帯、鍵などなど入れると、何回も何回もこう面倒くさいのでここはそういう出し入れが回数少ないものを入れてあげるといいと思います。逆にこっちの本体の方にはたくさん出し入れをするものを、収納してあげると非常に使いやすい組み合わせになるんじゃないかなと思います。でもしちょっと旅行で1泊2日でというような場合でしたら、こちらに、なんだろうな、ウィンドブレーカーとか、小さなバッグとかですね、追加するバッグとか、折りたたみバッグですね、そういうのを入れてあげると、調子よくなるんじゃないかなという感じです。でこのバッグと実はこの、本体のバッグ、どちらもドローコード、この紐がついております。これで自転車本体に固定していくという形です。これが、ローローマウンテンワークさんのバイクンハイクフロントバッグというものになります。でこれはですね、ここまでが前編でございます。価格がそれぞれ1万7000円でございます。でここからですね、後半に入りまして、実際に自転車のハンドルに、つけていきます。で実際にやるとですね、あ、こうやったらいいのかというのがよくわかりますので、早速ですねやってみようと思います。